1975年の南海ホークスでは、1975年の南海ホークスの動向をまとめる。この年の南海ホークスは、野村和也選手兼任監督の6年目のシーズンである。パリーグはこの年から指名打者制度が導入され、ロン・ロリッチがチームの指名打者となった。前年3位に終わったことからチームは、 優勝が期待されたものの開幕から不振で、前期は6月中旬まで再開と低迷。終盤に過労うじて恋に浮上し、前期はそのまま5位で終了。後期以降の巻き返しを期待されたが、近鉄が開幕後から快進撃した影響もあって、波に乗れず、借金3ながらもなんとか3位で終えた。総合成績では日本ハムより負け数が多かったものの引き分けが少なく、 勝利数で日本ハムを上回り6年ぶりの再会は、免れた。投手陣は、チーム防御率2.98と検討したが、打撃陣は野村が、年齢から来る衰えを隠せず、チーム本塁だが、リーグ5位の102本に終わった。シーズン終了後、エースの江本武則や一番打者の島野育夫は、江夏豊からとの交換で、阪神へ、同じく主力投手の西岡三四郎は、 星野秀隆との交換トレードで中日へそれぞれ移籍した。優勝はプレイオフで決定。2位以下はプレイオフの結果に関係なく勝率順で決定。ありがとうございます。